はい、こんにちは。50円の氷結無糖、イエーイと思うでしょ。これ渡すの忘れてますね。もうレジのね、これ50円、これ氷結、これが50円になるでいう件ね。これ、一言ってこうやって、写真撮ってますやん。これを50円で買うために行ってんのに、ずっと覚えてましたんで、真っ先にこれ買うて、ほんで、こうっていうか、買い物かを入れて、で、他買い物して、ずっと覚えて、これ、剣出さなあかんと思うとって、レジ入った瞬間を忘れてもうて、レジ通った瞬間に思い出して、思って、もう今更言われへんしな、思って。でも、もう何酒？怒り酒、はあ、何酒？焼け酒からの何？炙りビンチョウマグロ、はあ、しんど、一気に疲れた。醤油もないし、もう調味料もなんもないし、うっす、酒っちゅう気分でもないんやけどね、あれがないっす。おいおい、うっす、ワンカップお兄さん、ワンカップ若手、ワンカップおじさん、いただきます。わさびもないんか。すごいこれ、揚げ底がすごいね。これわかります？この揚げ底、こんな揚げ底いる？大根安いの今。私昔県屋で働いとったからね。ちょうどあれ、何かな、何も仕事してない時やと思うんですけど、やっとったんかな、やっとって言っとったんかな。夜中の仕事やったんでね、夜中のね、何時頃やろ、ほんま夜中9時か晩の9時か10時ぐらい行って、もう夜中の0時に終わるみたいな。この剣をね、夏の仕事ですね。要は剣が痛まんように、剣の中に氷入れたかな、こう小分けした氷だけ入れとったやったかな、剣入れて氷入れとったんかな。要は剣が痛まんように氷で冷やす、こういう小袋、袋をずっと作っとったんですよ。社長にお願いされてね。社長とはもうずっと知り合いやったから、けど行ったらね、特別扱いいうかね、仮にも私東部20年ぐらいおってね、前って有名人ですやん。で、あの中央市場ね、中央市場20年ぐらいおって有名人ですやん。仮にもその私がね、アルバイト行って、んな知ってる人も通るわけですやん。おおみたいな、何やってんねんみたいな。にもかかわらず、あの県屋の社長はもう普通のアルバイトの扱いでね、なんか特別扱い全くなしの、下手したらもう
もう何しに来たんや、仕事もできんのにみたいなあれで。で、おまけになんか、同じ部屋に入ったあの若いお兄ちゃんに、顎で使われて、お前な、俺を誰や求んねんみたいな。んで、ケンヤの社長に、もうやりますわ、言うて。ほんなら、ああ、そう、みたいな。つらいわ。有望株やったのね、その若手。あれからね、もう何年経つやろ。10年とは言わんけども、10年ぐらい経ってんちゃうかな。あのね、まだいてましたわ、その兄ちゃん、ケンヤさんに。やっぱ UFO 株やったよね。だから私みたいなね、こんな、チンピラじゃのってね、社長にしたら、その UFO 株、あいつに辞められたらあかん思ってね。ほんまに。けどね、私を顎で使うって相当ですよ、ほんまに。真面目な子ですね、ほんまに。中央市場行ったら、それ荒臭いとこですやん。その、今でこそそんなおとなしいけど、昔はもう、ヤクザとまでは言わんけど、もう荒臭いやつばっかりですやん。態度も言葉遣いもね。真面目な兄ちゃんがね、もうそれにやっぱ感化されるわけですよ。そういう偉そうな態度、もう速攻それに染まるいうんかな。だからその兄ちゃんは毎日入っとったけど、私は週に一遍か二遍かそんなやったんですよ。だから入った日は一緒やけど、どんどんその学ぶことがあれやから、引き離す向こうは成長していくわけですよ。で、私が一週間分に行ったりしたら、もうほんま、ほんま顎で使うよね。だからそんなしょうもないこと学ぶな、言うてね。ほんまに。真面目のままでええやん、みたいな。酒美味しいね。酒はうまいわ。日本酒ね。っていうか、これもそこそこのメーカーでしょ。日本盛りやん。日本盛りは良いお酒やん。うまい。っていうかね、みたい。もう寝よ。
関西風牛肉入りコロッケって関西風と関東風とちゃうんかな。そうそう、今日これ買おう思っとったよね。お兄ちゃん、若いお兄ちゃんが何？生姜でおてんな。なんかこういう器にね、生姜一生懸命詰めてやって、だから生姜何サービスで持って帰ってええんや思って。女これスーパーライフですね。ライフなんてもう何年行ってんの、もう下手したら20年行ってんのに全然気ぃつけんが、そんな無料もただで持って帰っていいなんて。けどお兄ちゃん一生懸命詰めてるからね、これちょうだいってよう言わんか。だってしょうがないじゃん。食べて寝ますわ。切るの忘れてる。おやすみなさい。See you。 チャンネル登録してね。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。